平野翔のノリノリ姿に死んだつわれたエムステの素晴らしいパフォーマンスを見逃すな。三人の絆と感動の瞬間。岸優太と水族館のレジでの思い出がよみがえる。神宮寺優太の F1 応援姿がかわいすぎる。おはようございます。昨日のエムステでは、私たちの心を奪う素晴らしいパフォーマンスが披露されました。平野翔、ガン優太。 神宮寺雄太の三人が織りなす音楽とダンスは、まるで夢のような時間を提供してくれました。翔くんがクイズに答えた後のノリノリの姿、サングラスをクイッと上げる仕草、そしてそれを見守る岸くんと神くんの楽しそうな表情に心が温まりました。今日も暑い一日が始まりますが、彼らの笑顔と共に頑張りましょう。こんなイケメンがガソリンスタンドにいたら、通い詰めるに違いありません。 ガソリンも車検も全部そのスタンドでお願いするでしょう。岸くんのいる水族館にも通って、彼のレジに並びながら買い物を楽しむ姿が目に浮かびます。そして F1 はテレビで見て、しんくんを応援するのです。昨日の M ステ出演前、翔くんはこう語っていました。今回も自分たちが楽しみながら見てくださる方々を楽しませることができたらと思います。その言葉の通り。 彼らのパフォーマンスは見るものすべてを魅了し、楽しませました。翔君のサングラスもベルサーチかもしれません。彼らの中の良さが伝わる瞬間です。大好きな三人の笑顔を守りたいと心から思います。彼らの姿からは、全力でパフォーマンスに取り組む姿勢が伝わってきます。翔君は、自分が楽しんでいないと人を笑顔にできないという思いを常に持ち続けています。 彼のパフォーマンスには手を抜かず、毎回さらなるクオリティを追求している姿が見られます。パフォーマンスから伝わる瞬間に最高の幸せを感じ、翔くんの思いを受け取ることができることに感謝しています。彼が真剣に全力でパフォーマンスを見せてくれることに対して、私たちもありがとうの気持ちが溢れます。翔くんから愛を届けてもらったからこそ、お返ししなければと思います。 翔君とナンバーアンダーライン愛を応援することがお返しだと考え、無理なく楽しく応援を続けていきたいと思っています。押せるときに押せないと後悔してしまう経験をしたからこそ、私は後悔しない応援をしていきたいと強く思っています。翔君とナンバーアンダーライン愛に感謝と愛を届け続けることが、私たちの使命だと感じます。彼らが支えてくれていることも十分に理解していますし、 その感謝の気持ちは翔君のお辞儀の深さに表れていると思います。翔君は彼らを見てくれている人々、支えてくれている人々を思いながらパフォーマンスをしています。その姿には毎回ものすごい破棄が感じられます。翔君の強い気持ちが彼のパフォーマンスに表れています。彼らが楽しんでパフォーマンスをしているからこそ、その姿が人々を笑顔にすると信じています。 そしてその信念を持ち続けているからこそ、今の成功があるのです。パフォーマンスの後の深いお辞儀は、彼らのパフォーマンスを見てくれた視聴者とその場を用意してくれた方々への感謝の気持ちが詰まっているのではないかと感じます。彼らは歌やダンスを義務としてやっているのではなく、心から楽しんでやっているのです。その姿勢は、彼らのプロ意識の高さを感じさせます。 用意されたステージに対してのリスペクトを持ちながら、全力でパフォーマンスをする姿勢には本当に頭が下がります。今回の「M ステ」生放送中、彼らのパフォーマンスは特別バージョンで披露されました。平野さんは、今回も自分たちが楽しみながら見てくださる方々を楽しませることができたらと思います、とコメントし、神宮寺さんは、今まで見たことのない本をみんなで気合入れて頑張りますので楽しみにしていてください。 と意気込みを語り、岸さんはフルサイズでお届けしますので、この曲のいろんな展開を楽しんでいただきたいです、と期待を高めました。このような彼らの一つ一つのパフォーマンスや言動には、多くのファンが魅了されています。私たちも彼らの一挙一動を見逃すことなく、応援し続けることが彼らへの最大の感謝の表現だと思います。彼らのステージからは、常に新たな発見と感動が生まれます。 そしてその感動を共有することが、ファンとしての喜びであり、彼らとの絆を深めるものだと信じています。彼らの一挙一動が私たちにとって大きな励みとなり、喜びとなることを実感するたびに、応援することの意義を感じます。私たちは、ただの観客ではなく、彼らの夢を共有する仲間であり、サポーターなのです。彼らがステージで見せるパフォーマンスや言葉、笑顔の一つ一つに、 深い愛と感謝の気持ちが込められていることを理解しています。彼らが心から楽しんでいる姿を見ることができるのは、私たちファンにとって最大の喜びです。翔くんがクイズに答えた後、ノリノリになってサングラスをクイッと上げるしぐさや、岸くんと神くんが楽しそうに見守る姿には、自然と笑みがこぼれました。こんな瞬間があるからこそ、毎日の忙しさやストレスも忘れることができるのです。 彼らが私たちに届けてくれるエネルギーは計り知れません。友達とランチをしながら、夏恒例の桃デザートを楽しむように、彼らのパフォーマンスもまた、私たちの日常に彩りを与えてくれます。翔君が、自分たちが楽しみながら見てくださる方々を楽しませることができたら、と語るその姿勢には、本当に感動します。彼らはただのパフォーマーではなく、 私たちに喜びと感動を届けるアーティストなのです。彼らのパフォーマンスからは、常に新しい驚きと感動が生まれます。彼らが全力で楽しんでいるからこそ、そのエネルギーが私たちにも伝わってくるのです。岸くんのいる水族館に通い、彼のレジに並びながら買い物を楽しむ姿を想像すると、日常の小さな幸せを感じます。F1 をテレビで見て、真くんを応援するのも、 彼らの一部を共有する喜びの一つです。彼らが見せる一瞬一瞬の輝きは私たちにとってかけがえのないものです。そして彼らの深いお辞儀には視聴者とその場を用意してくれた方々への感謝の気持ちが込められていることを感じます。彼らのステージには単なるパフォーマンス以上の何かがあります。それは彼らが心から楽しんでいる姿勢と 彼らのののプロ意識の高さかららるものです彼らが全力でパフォーマンスをする姿を見ると私たちも自然と応援したくなるのです。彼らの成功は彼ら自身の努力と情熱によるものですが私たちファンの応援もまた大きな支えとなっています。彼らが私たちに届けてくれる愛と感謝の気持ちに私たちも全力でいらえたいと思います。 彼らの未来がさらに輝かしいものであることを願いながら、私たちも彼らと共に成長していきたいと願っています。彼らの一挙一動が私たちにとって大きな励みとなり、喜びとなることを実感するたびに、応援することの意義を感じます。私たちは、ただの観客ではなく、彼らの夢を共有する仲間であり、サポーターなのです。彼らがステージで見せるパフォーマンスや言葉、 笑顔の一つ一つに、深い愛と感謝の気持ちが込められていることを理解しています。彼らが心から楽しんでいる姿を見ることができるのは、私たちファンにとって最大の喜びです。彼らが私たちに届けてくれるエネルギーは計り知れません。友達とランチをしながら、夏恒例の桃デザートを楽しむように、彼らのパフォーマンスもまた、私たちの日常に彩りを与えてくれます。翔くんが、 自分たちが楽しみながら見てくださる方々を楽しませることができたら、と語るその姿勢には、本当に感動します。彼らはただのパフォーマーではなく、私たちに喜びと感動を届けるアーティストなのです。彼らのパフォーマンスを見るたびに、新たな感動とともに、彼らのプロ意識の高さに驚かされます。その一方で、彼らの楽しさや喜びも伝わってきます。その姿を見ると、 私たちも自然と笑顔になり、元気をもらえるのです。これからも彼らの成長を見守りながら、彼らと共に歩んでいきたいと強く思います。そして、その道のりを一緒に楽しみながら、彼らへの応援を続けていきたいと思います。彼らの未来がさらに輝かしいものであることを願いながら、私たちも彼らと共に成長していきたいと願っています。彼らの一挙一動が、 私たちにとって大きな励みとなり、喜びとなるのです。